はいどうもこんにちは。今回は鬼滅の刃より、かまど炭治郎を作っていくぜ。炭治郎といえば、耳飾りと額のあざが印象的よね。あとは鬼殺隊入隊前の過去も壮絶だよな。そうね、あれは漫画で最初見た時ゾッとしたわ。それでも負けずにまっすぐ努力する炭治郎ってやっぱりすごいな。そうね、私たちも見習わなきゃね。ちなみに少しネタバレ含むんだけど、柱稽古編での炭治郎のあだ名が、お袋だったという公式設定はめちゃくちゃ笑ったぜ。理由は料理がうまいかららしいわね。さて鬼滅といえば、鼻の形も特徴的だよな。確かに、小峠先生の個性が出てて素敵よね。ドハマりした当時のケーキ丼は鼻を再現するのに苦労したなぁ。あの時はそもそも絵柄瞑想期だったもんね。だし単純に画力も足りなかったしな。バカあんたそれは今もでしょ。そうだったそうだった忘れてたぜ。というかケーキ丼がいつも地味に苦戦してるとこがあるんだけど、実は白目なのよね。まあ確かに、白目の形一つでだいぶ印象変わるもんな。そうそう、だからそこは毎回うなりながら作ってるわ。特に男の子は作り慣れてないから難しいらしい。でしょうね、ケーキ丼普段は女の子しか作らないもの。あと男の子のまつげの厚さ長さ、これはマジで苦手らしいぜ。弱点ねどんどんついてやりましょ。なかなかの性格してんなお前。マリサも人のこと言えないでしょ。ってことで、黒目編集ユーブーン。お、今回は結構似るんじゃないか。そうね、炭治郎は比較的黒目の書き込みが少なめだったから、目を再現するのはそこまで大変じゃなかったわ。走行してる間に速攻で目が作り終わったな。目を作り終わるのが名残惜しくてケーキ丼が嘆いてたわ。あざはかなり形が複雑で作るの難しかったぜ。そうね、なんかめっちゃ公式画像ガン見してたわね。いろいろ作り方考えた結果肌色パーツで削って形作ることにしたぜ。というかだいぶめたいこと話すけど、ゆっくりボイス作るときに炭治郎って打つと、デコで読み方が炭治郎になっちゃって大変なのよね。まああるあるだな、そんな複雑な漢字使うこと考えてもいなかっただろうし。めたい話は置いといて、さすがにこれチークうっすぎじゃない？まあでも、ほんのり見えるからいいんじゃないか？そうね、それだけでも健康的に見えるもんね。作ってる最中最後の最後で耳を忘れてたぜ。耳は絶対作らないと炭治郎の特徴の耳飾りが作れなくなるわよ。耳飾りは細かい作業だったから大変だったそうだぜ。確かに、ケーキ丼は非科学的なもの作るの苦手だもんね。というかピアス見るといつも思うが、ピアス穴開けるのって痛そうだよな。でもケーキ丼母によると一度開けてしまえば痛くないらしいわ。ピアスってつくづく不思議だな。着々とできていってるわね。単純な作業だけに退屈だった。お披露目タイム。ってことで炭治郎、完成です。個人的にはかなりうまくできたと思うわ。そうだな、ケーキ丼も自信満々だったぜ。てことで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いするぜ。